エオサイト説とは、深核生物の起源に関する説の一つで、古細菌の一系統であるエオサイトが、深核生物の祖先となったとする説のことである。その根拠はクレン古細菌のリボソームが、有利古細菌のそれよりも、深核生物のそれに類似していたことである。エオサイト説はもともと1八十四年に、ジェームス・エー・レイクラが提唱した仮説であるが、二千年代、中頃に、 ゲノム解析が進むと、深核生物のゲノムの高度の特徴が古細菌の様々なもんで見つかり、再度注目を集めた。その一つがクレン古細菌に近縁なタウム古細菌こそが、深核生物の起源であるとするものであり、クレン古細菌とタウム古細菌の双方を含む縄文としてタックが提唱された。このタックが深核生物の起源とする説をタック説という、 その後熱水紛失後のメタゲノム解析の結果として、タックの姉妹群で、より深核生物に近いウエモンとしたアスガルド、コサイキンが提唱された。また、生命の輪も広い意味で、エオサイト説の変形と言える。青字は新生細菌、緑字は深核生物、赤字がコサイキン。左はコサイキンを単系統とする説、右はエオサイト説。 矢印は EF-1α、次挿入が発生した地点を指す。エオサイト説の場合挿入は1回で済むが、3度メイン系当時の場合、2箇所で同じ挿入が別々に起こったと仮定しなければならない。コサイキンは大きくクレンコサイキンとユうリコサイキンのに、系統に対別される。このうちクレンコサイキンは70種に満たない小さな、 コサイキン集団で、摂氏80度から時には、摂氏110度を超える高温環境、あるいは、共産環境に適応したグループである。有利コサイキンは、メタン菌や高度高塩菌のほか、超高熱性のサーマッカーカス、高熱抗酸性のサーマプラズマ、硫酸還元菌であるアーキギーロボスなどが所属している。被災種は400種余りとそれほど多くないが、 原核生物最大の急行を要す大きな群である。クレンコ細菌という理コ細菌は通常門、または境の階級が与えられ、コ細菌ドメインに所属している。一方で、この2系統と真核生物の関係はよくわかっておらず論争が続いている。よく知られた説では、クレンコ細菌という理コ細菌が禁煙であるとする三、ドメイン説がある。 エオサイト説は三度メイン説と異なり、クレンコ細菌と新核生物がより近縁であるとするものである。この説ではクレンコ細菌のことをエオサイト。さらに、エオサイトと新核生物を合わせてカリオタと呼称する。この説は純粋に分子生物学的知見に基づくもので、具体的な新核生物誕生についての説明は比較的乏しい。 このため一部の研究者が支持するだけであった。一方で、2013年現在、前述のクレンコ細菌。これらはいずれも要塞と説が提唱された1980年代には知られていなかった。2008年に提唱されたタウムコ細菌を皮切りに、2015年には、新核生物により近いと考えられるロキコ細菌が発見された。これらの系統を含めて、 エオサイト説を見直す動きがある。エオサイト説がレイクラにより提唱されたのは1984年である。古細菌、特に高熱古細菌は、深刻生物とは何の関係もないように見える環境に生息していたが、 リンマーギュリスの連続細胞内共生説において、コサイ細菌のサーマプラズマが、新核生物の祖先になったと主張されるなど、新核生物とコサイ細菌の関係が注目されていた。その中で、レイクラは、原核生物と、新核生物のリボソームの形状を詳細に比較し、高熱溶体者コサイ細菌と、新核生物が禁煙なことを見出し、エオサイトと名付けた。 1988年には、レイクラがエスナの系統解析を独自に行い、メタン菌、高度高塩菌が新生細菌の祖先、高熱子細菌が新核生物に近縁であるという結果を得た。これが当初のエオサイト説である。しかし、リボソームの形状比較は、証拠として曖昧であること、エスナも、情報量が少なく、根拠としては弱いものであった。 1990年にカール・ウーズが提唱した3ドメイン説を覆すほどにはならなかった。1992年、レイクとリベラは、リボソームの身長因子 EF-1α の GTP 結合ドメインを比較し、11、アミノ酸残基が、新核生物特連コサイ細菌のみに存在することを示した。一方で、有利個細菌と新生細菌は、GPMP、 または GVMP であった。これは共通祖先から新生細菌、ついで有利子細菌が分岐した後、新核生物特連個細菌の祖先の段階で EF-1 に変異が生じ、11アミノ酸残期が挿入されたと考えることができる。新長因子は巨大複合体であるリボソームを構成するタンパク質であり、 遺伝子の水平電波を極めて起こしにくい遺伝子の一つである。また、ナノオペロン構造がカリオタとそれ以外の生物で異なることも根拠の一つとして当時は提示されていた。なお、1988年段階ではエオサイトに含められていたサーマカーカスやサーマプラズマは EF-1 の挿入配列を含まずエオサイトから除外された。 この二族は 16S な系統解析でも、クレンコ細菌に含められず、有利コ細菌に含められていた。これによりエオサイトはクレンコ細菌と同じ範囲を指すようになった。EF-1 の挿入配列は強力な証拠であったが、コ細菌ドメインが提唱され、新核生物がコ細菌全体と姉妹群になる三度メイン説が主流になると、これと対立する。 エオサイト説は下火になっていった。また、水素説やネオムラ説のように、祖先生物から、深核生物への進化シナリオが、具体的に述べられているわけでもなかったため、広い指示を集めることはできなかった。EF-1 の挿入配列様々な生物の EF-1。深核生物とエオサイトとされる生物にのみ、ケフジスコウジの挿入配列が存在する。 ベバートジプンプ、クトラグクベグベパイブフルンククドエシャーキアカリフツ。ベザジプンプ、クトリヒルスンベグベピベフルンククドバシラスサタライズフツ。ベバートジベンプ、クトクハフラルタルジーケイハイベインケンディパイラコカス、フューリーザセフマイナス1。ベバットグベンプ、クトコフェリカルヒードクリベインケンディメサナパイラス、キャンドロリフマイナス1。ベバットグベケイ。 クタキハベラートフギクワイビンクマド CEA ナンハーキアムエキティンセフマイナス一アイボダケグベムッククトラハバイラーベフジベニーアンケンディ CEA パーバルキアムアセダファラスフマイナス一ベフサークゲフィグムステグクトラハロレイジェイクワイバベンクマドエリピラムパーンニクセフマイナス一ベルセイクゲッティドテイグケホフルドルグベンクリバベンクマド CEA シ,シーナーキアムシンビスメフマイナス一 ベザックス GE ギカ、ica, クチェブフラトルグベンクラバベンクマド CA、カーハーキアムクリプトフィルメフマイナス1。ベザック、ジーブジョバップククトラヘイルスフベルガークワイブリンクマド CA、ーーコールディハーキアムサブターニアメフマイナス1。フサークア、ゲフィギフップククトリエフラフトルグベンクルベインケンディ、バサーハーキオッタアーキアム b a 一 e f マイナス1。VVSGKK。 ジェマベヒーサーアンクトラヘイラックルグベクキールバベンカット。CA ローキハーキアム SP GC1475EF-1 ビザックグフィギスコージクトリエライアルグベククミバムンクマドファダクティロムトライコーナートゥーメフマイナス -1 アルファーベバグックゲフジスコージクターハロンルジドミケインクマドジアルジアランブリーフマイナス -1 アルファー参考として 新潮因 CF-2 の配列も示す。これは共通祖先以前に EF-1 と分かれた遺伝子である。バイカブグベクップ、キューザブカンカイクベプリアカイ VNKMD、エシャーキアカリフ G。ベルダックスグベップ、クテイトベカキーグベプリブカイ VNKMD バシラス、サタライズフ G。ベディバーグベンク、クテイブカルレイブ KP ベル。 フィンケイドパイラコカスフューリーザセフマイナスに、ベディバーグベムットクテイトバイクリールピルフィンケイドエディピラムパーアンニクセフマイナスに、ベドシジピクブクテイトベルクレスアービプクル MLNKVD ジアルジアランブリーフマイナスに、エオサイト説を明確に否定する証拠は出なかったが 16S な系統解析やタンパク質遺伝子を用いた系統解析でもどちらかといえば エオサイト説を否定する報告例が多く、エオサイト説に関する研究報告例は徐々に減少していった。2008年にはユチンらが多数のタンパク質について系統解析を行い、エオサイト説を否定する結果を報告した。しかし、2008年後半からエオサイト説に関する報告は再び増加傾向にある。2008年末、コックスらが DNA の GC 含量を考慮したモデルを使用し、多数のタンパク質について結合系統解析を行ったところ、エオサイト説を支持する系統解析を報告し、改めてエオサイト説が注目されるようになった。同年、FTSZ を持たないクレンコ細菌の細胞分裂機構について報告があり、エスコート3と似たタンパク質を使用することが解明された。これは、 動物細胞の細胞分裂最終段階でも、膜切断を担うことが示されている。また、タウムコ細菌が提唱されたのもこの年である。タウムコ細菌は、元は海洋性クレンコ細菌と呼ばれていたもので、土壌や海洋に広く分布し、ほぼ全種が高気性、常温から弱い高熱性である。2010年には、新報告のアイグコ細菌から、これまでのプロテアソームに加えて、 ユビキチン、ユビキチン活性化酵素、ユビキチン結合酵素及びユビキチンリガーゼのオペロンが報告された。ユビキチンマイナスプロテアソームシステムのコサイキンでの報告は初である。タウムコサイキン、アイグコサイキンはクレンコサイキンに禁煙とされている。これ以降もクレンコサイキン型アクチン、チューブリンなどの報告があり、以前から知られていた。 転写関連遺伝子やリボソームタンパク質など有利個細菌が持たない深刻型の遺伝子がいくつか発見されている。また、クレン個細菌が持たないとされていたヒストンもテルモプロテウスメやタウム個細菌などは持つことが分かっている。この中でエオサイト説の拡大版であるタック説が発表されている。一方でエオサイト説の提唱者であるレイクとリベラは キメラ説とエオサイト説の接中である、生命の輪という説を示している。これは、エオサイトとプロテオバクテリアが融合したものが、深核生物であり、生命の系統時は根元付近で輪になるというものである。近年ではクレンコ細菌の実が、深核生物に特に近いと主張されることは稀である。むしろクレンコ細菌に近いグループの中でもたうむ。 コサイキンやアイグコサイキンの方がより真核生物に近いとされることも多い。また、コサイキンの上位クレードの系統構造も徐々に明らかになってきており、タウムコサイキン、アイグコサイキン、クレンコサイキン、コルコサイキンが単系統になるとする説がある。タックは細胞骨格や細胞分裂に関連する遺伝子が 深核生物に比較的近く、深核生物はタック系統に近縁、あるいはタックの内部系統であるとするタック説が提唱されている。エオサイト説の提唱者であるレークは、エオサイトをクレンコ細菌ではなく、深核生物の姉妹群と定義しており、2015年の論文では、エオサイト内に4つの門が発見されている。すなわちアイグコ細菌、クレンコ細菌、コルコ細菌、 タウムコ細菌と表現している。北極海の熱水噴出口から採取されたサンプルを元に提唱されたもの。ロキコ細菌は一切培養されていないものの、メタゲノム解析により再構築された DNA には、食作用や消耗体制後、細胞骨格などに関連する遺伝子が多数含まれる。系統解析では、新核生物の姉妹群に位置付けられ、おおよそ20億年前に、 ロキコ細菌が新核生物の祖先となった可能性がある。さらに2016年から2017年にかけ、ロキコ細菌に近いフル細菌ゲノムがいくつか報告された。また、ロキコ細菌のうち、ロキに、ロキさんは新たにヘイムダルコ細菌の名が与えられた。これらを合わせたアスガルドコ細菌が提唱されている。この解析で深核生物に最も近い系統は、 ヘイムダルコ細菌で断片的なゲノム解析からは光エネルギーを利用する能力を有する通性高規性生物とされる。2018年にはアスガルドコ細菌と深核生物を含む深核生物系類が提唱された。2019年には世界初のアスガルドコ細菌の培養に成功し、細胞構造や生理学的特徴並びに生命史を踏まえて、 インタングル・インガルフ・エンドゲニゼ・モデルという新仮説が提案されている。約27億年前、シアノバクテリアの登場により、地球に酸素が増えてくる第3回イベントが始まり、アスガルドコ細菌が酸素の存在する環境に進出する過程で、酸素を消費及び解毒できるミトコンドリアの祖先と、硫酸還元菌と共生を始めた。酸素濃度の上昇に伴い、分岐突起や消耗を使って、 ミトコンドリアの祖先を取り込み、より密着し徐々に一体化した。ミトコンドリアの祖先は酸素を消費し、コ細菌へ栄養を供給して、コ細菌はアミノ酸を利用し水素を排出、硫酸還元菌は水素を利用して生育し、コ細菌へ栄養を供給していた。その後、ミトコンドリアの祖先とコ細菌の一体化し、コ細菌本体とミトコンドリアの祖先を分ける、 核膜構造が決定され、資源深核細胞が誕生した。ナンハーキアムエキティンズに寄生された。イグナイヒャカス・ハースピタリスイグナイヒャカス・ハースピタリスは、2002年に発見、2007年に記載されたクレンコ細菌である。直径1から4マイクロメートルに達する大型のコ細菌で、当初、表面にナンハーキアムエキティンズを寄生させていることで有名になった。 この古細菌の際立った特徴は、外細胞膜と内細胞膜に特徴を付けられる複雑な膜構造である。また、連続細胞内強制説のサーマプラズマと同様に細胞壁を持っていない。このような構造は、古細菌では他に観察されず、グラム陰性細菌の外膜と類似するように見える。しかし、通常のグラム陰性細菌のペリプラズムはわずかであるのに対し、 イグニコックスの疑似、ペリプラズムはるかに巨大である。ATP 合成酵素の極材も全く異なり、グラム陰性細菌は内側の膜に ATP 合成酵素が極材しているが、イグニコックスでは外側の膜に ATP 合成酵素や水素イオウオキシドレダクターゼ複合体が極材する。これはすなわち、グラム陰性細菌と異なり疑似。 ペリプラズムにおいても ATP が豊富に利用可能なことを示している。この古細菌について2017年に超薄切片電子顕微鏡写真と電子断層撮影による 3D 撮影で詳細に観察された。疑似ペリプラズムの体積は全細胞の40%程度、時には半分を超えることがあり、内部には内細胞膜から突出したフィラメントや、 網構造が非常に入り組んで観察される。内細胞膜は突起や貫入が存在し、ダイナミックに変動しているようである。稀に消胞や外細胞膜との接続も観察されるという。著者らは、これらの研究を通じ、古細菌深核生物の共通祖先は、膜を曲げて、消胞を形成する能力を持っていた可能性があるとしている。ただし、 イグナイヒャカス以外のクレンコ細菌からは、このような複雑な膜系は観察されていない。また、アスガルドコ細菌の細胞構造に関する報告は、蛍光染色されたヘームダルコ細菌において、細胞中心に DNA が凝集する程度しか分かっていない。深核生物の起源については、この他クレンコ細菌によるグラム陰性菌の乗っ取り、コ細菌と新生細菌の融合。 メタン菌と酢酸生成菌の共生など非常に多数の説が唱えられている。ありがとうございます。